まあおそらく今回でこのシリーズ最後だと思うんですけど、なんと、まあ新八パワサズ、リナッチですね。一番あの、つまんない、なんか、結末になっちゃいましたね。要はリナッチさんが、あの、生配信の伝突に上がる気だったんだよね。で、でもブロックされてるから、じゃあどうすればいいのって感じで、まあこのリナッチさんが一番子さんの囲いさんにお願いして本人に聞いてみたら、私が思った通りでした。本人が直接やり取りしたくないと言ってるので、えー、伝突、 ち無理ですってことで、まあ、これがもう、ファイナルアンサーなんだよね。で、まあ、LINE のスクショもらってるんだけど、まあ、これは、あの、古参の囲い,いさんの私物ってことなんで、あのまあ、映せないんですけど、要はどういうことかっていうと、あの、のパイプになってもらったわけだよね、この古参の囲い,いさんが、リナッチ、シン・ヤッチの間を。でも、シン・ヤッチの方の返信の俺見たんだよね、その、今映せないけど、リナッチは、その、嘘つきで、なんか、 ネットの情報を飲みにして、なんかめんどくさい人だから、もう、転突とか、もう嫌や、みたいな感じで、門前払いだったんだよね。ってことなんですよ。じゃチャットじゃあもうやめんの。チャット似たんだよね、実は。後からアーカイブで知ったんだけど。ナイフより、より人とかがその通話してたから、受け付けると思った。まあ、この新約書ライン映していい、今、まあ、これダメなんだけど。で、ナイフより人とかさ、仲悪かったけど、その、 電話してたじゃん。それでなんか、リペイトして、それが一応、ね、エンタメとして見れたわけじゃん。だから、リネットさんもありかなと思ったんだけど、で生配信のコメント、チャットはしても良いと書いてあるので、しますよ。これからもリネッさんはこの状態でも、生配信のチャットはするそうです。で、閲覧にならないことしたくないんだと思います。切れたナイフや良い,い人は、配信者だから別ですよ。まあ、ここなんだよね。なんか深夜諸論があるんでしょ、ここにも。 まあより人、ナイフとは、あの、バチバチしたりとか、なんかね、対立構造だけど、その、電話すんのいいけど、イガッチは違うよ、みたいな、なんか、拒絶だったんだよね。で、津になるかならないか、やらんとわからないと思うよ。盛り上がるとは思うよ。ね。これ、俺としたらさ、あの、ま、新八女さんがいつもさ、金ねえ金ねえって言ってるわけじゃん。で、まあ、あの人のその、目標っていうかさ、ま、こうなってほしいなっていう、俺の中での理想は、 YouTube の広告収益だけでお金が足りてほしいんだよね。そうすればさ、あの、毎月金くれやって言わなくても済むし、言うのもさ、あの、ストレスだと思うんだよね、おそらく。で、実際ね、あの、お金払う人もいるわけじゃん。まあ、その人も負荷かかるわけじゃん。だから広告収益で、その、なんとかなりゃいいんだよね。そのためにはこういうさ、目の前のこの仕事だよね。簡単に言うとこの、バーサスリナッチも、ちゃんとさ、あの、処理してほしいと思うんだよね。それが別に、 えつなにね、な、なんのかなんないのかやってみないとわかんないし、なんなかったとしても、この目の前のことにしっかり向き合って対処していくってことは大切なんじゃないのかって俺は思うんだけど、でもまあ、彼には彼のね、考えがあるから、待、ま、つ、ダメなんだよね。で、この、えー、LINE、かこえさんだから映さない方がいいかもしれない。かこえさんに聞いてみたら、まあ、そこまではしなくてい、だ、映さないってことで、まあ非公開ね、うん、うん。で、私が過疎でも配信者なら、 やるかもしれないが、本当にただの一般人なのでやりたくないと思いますリスナーが見たい配信にならないと、いや、そんなことねえよ。あなたは、リナッツさんはただの一般人じゃないでしょ。結構もう出る杭でしょ。え、また、え、LINE 追加した途端ネットの情報の見せ内容が怒られてくるのも嫌みたいな、まあ、言ってたよね。うん。なら、LINE は通話だけのために通話してくれるなら嫌がらせのツイートやめるって条件で、まあ、とりあえず配信に上がれないのかって言ったんだけど、 嫌がらせツイートはもうツイートするネタもないし、もういいかなと思った。アイロルの知内のコメント欄でちょっと辛口なことを言うてるのは嫌と思った。だからこれからちょっと、リナッさんも丸くなるってことを言ってるんだよね。まあ、まあ、前も言ったけどさ、あえて結構さ、あの、ひどいことを毎日ツイートし続けるっていうのもさ、パパがいることだし、普通は持たないんですよ。で、リナッさんもリナッさんで鍵やかにして、なんかね、尻すぼみって感じだよね。またね、だから、 日々、リネットさんも気持ちが変わってるんだよね。っていうことで、まあ今回のこの件は、まあこうやってなんか、うん、肩透かしみたいな結果に終わっちゃいましたね。まあ以上です。どうもありがとうございました。